ここにいてもオリンピックに行けないんだろうなって思ったから、超オリンピックだった、飛び出してみた。中学校の時から減量は結構厳しくて1日10回とか体重乗ってたんで、うん、本当に1日まるまる食べないとか全然当たり前でした。結構でも世界で言ったら全然でしたね。やっぱ世界で語り返す欲張りなんでね。走ること自体好きですか？2日走れないと体がムズムズするから多分好きなんだと思います、うん、それ罪悪感で走るんじゃなくて、なんか走りたいっていう、そう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 、うん、ストレスが溜まってくるんですよね。あ、中には中学校とか高校ぐらいでフィギュアスケートだったりとか、いきなりその子にマスコミとか注目しだしたりすると考えすぎてプレッシャーに押されてしまって、昔楽しかったことが作業になってしまって、もうジャンプすら飛べなくなってしまうっていう、だからそういう感じがするんですけども、全くそういうのなかったですか？そうやって取材を受けて自分が潰されることっていうのがあると思うんですけど、だったら見なきゃいいと思うんですよね。うん、好きなこと言って見なきゃいいんですよ。ああ、うん、私は試合前とかにも記者会見とかあるけど、うん、自分の新聞とか一切見ないです。あ、本当に。例えばなんか自分が2時間23分で明日走りますって言って、ああ違うところで相手が2時間22分で走りますって言ったら、うんうん、その新聞を見たらもうそれだけで負けた感じがするじゃないですか、まあね、うんうんうん、それが嫌だから一切見ないです、はい、最近そうしました。で、昔からでもそういうのできてたんです。自分に対して条件の悪いものは結構シャットダウンします。あ、本当にできるんだ、うん、基本的に自分自身をポジティブな人間だと思います。そうですね、いいものを取り入れたいとは思ってます、自分の中で、うんうんうん、はい、逆に高校時代嫌だったことってありますよ？いっぱいあるけどな。なんか例えば今後駅伝の女の子どんどん出てくるとして、う、で、はいはい、こういうことは経験してほしくないだったことってあります？体重にはあんまり気を使いすぎないでほしいなと思います。体重っていうのがすごい大きな問題で、最大酸素摂取量とかあるっていうのがあるから、はいはいはい、じゃあ体重を下げるのが一番近道だって言ってて、でそこで極端な食事制限したりとか、はいはい、摂食障害になったりとかっていうのをちょっと聞いたことがあって、だって中高生も本当骨じゃんっていう人がもういっぱいいるから、痩せたいっていうよりも痩せることによって早くなると思ってる、まあ多分そう思わせてる指導者もまだまだいっぱいいるから、そこが一番問題だと思うんですけど、うちも中学校の時から減量は結構厳しくて1日10回とか体重乗ってたんで、うん、本当に。岩井さん自身はそういう問題ありました？そんなになかったです全然。でも食べなかったです。1日まるまる食べないとか全然当たり前でした。あ、本当に、はい、水だけとか。高校も？高校も当たり前でしたね。指導者の世界でもそれが当たり前なことになったんでしょ？今は変わってるかもしれないけど。そうですね、体重と体脂肪を記入して、で上がってたら何か言われるとか、そう、何食べたのとか。あ、指導者が変わっていかなくちゃいけないっていう感じですか？やっぱり指導者が食べて強くなるんだよっていうことを教えていかないと変わらないとは思う、うん、周りにそうやってなんか大変な思いしたこととかいます？食べないからなのか、骨密度が少なくて何回も疲労骨折する子とかはいましたね。じゃあ例えばその栄養が重要だっていう教育だったりとかセミナーっていうか、それはなかったですか？それはなかったですね。食べなければ、うん、食べないことが体も慣れて、うんうん、痩せもしないし太りもしなくなっちゃうんですよね、うん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 、でも食べ出したら、うん、食べることを体が覚えて、うん、意外と太らなくなるじゃないですか、うん、体を動かしていれば、うんうんうん、そのことを気づいてなくてみんな、うん、食べたら食べた分だけ太ると思ってるから、今はちゃんとオンオフね切り替えて食べるときは食べて、はい、いい感じだと思うんですよね。今度進学するにあたって何考えましたか？就職だったりとかっていう。大学は一切考えなかったですね、うん、その頃まだ大学に行って強くなった選手っていうのがあんまり周りにいなくて、うん、みんな大学行くと先生とかがこう付きっきりじゃないからこう自由になって太ったりとかして潰れてくってことが多かったんで、うんうんうん、全然考えなかった。例えば高校で全部管理されて、そうそう、そういうチームから出た子どもたちっていうのはなかなか自己管理能力ができなくてパフォーマンスがパッとしないとかっていうのがあって、やっぱ駅伝界でも見られます、うん、やっぱね強いチームだったからって必ずしも良くなるわけじゃないっていう。多分指導者
が管理しすぎてて、うん、いざ自由になると自分で考える能力が足りてなくて、うん、好き勝手やっちゃうみたいな、うん、よくあります、はい、でも岩井さんも結構管理される高校で、はい、今度能率に入って、はい、そういう中で暮らしてきて自分で選んで選択して何かやっていくとかなかなかそういうの苦手だったりとか、うん、高校の時も言われたことはやる、うん、やってたけど自分の頭の中で正しいか正しくないかは分けてました。でも、うんうん、間違ってることを間違ってるとは言えなかったけど、うん、自分の頭の中ではこれは多分違うことだと思う、うんうん、っていうことは区別してました、うん、ずっと。あ、でもやんなくちゃいけない場合は仕方なくやってた、うん、やってるふりするとかそういう感じですか。やってた。やってた一応やってた。女の子真面目ですから、ね、そういうところ。そうやってたけど多分これはやらなくていいことだろうなって思いながらやってた。でも多分それが大事だと思うんですよね。それがないと自分で次一人でやるときにこれが正しいか正しくないかが分かんなくなっちゃうから、正しいことか正しくないことか考えながらやるっていうのは多分大切だと思う、うんうん、なんかとりあえずやるっていうのは重要かもしれない今考えるけど、うん、例えば中学生高校ってまだ分かんないじゃないですか。そうですね。で嫌なことだけどももしかいいこともあるからとりあえずやってみてそれを考えながらどうか自分で判断するっても一つかもしれません。そうですね。ただもう好き嫌いでなんかもうこうやだやだっていうんじゃなくてね。それはドームに来てから私は学びましたね。あ、本当に、はい、うん、嫌なことは嫌だったからやらなかったけど、うん、今はちょっと挑戦してみて、うん、新しい発見とかがドームですごいあるから、うん、で、まあ、能率で何年やってました？5年ぐらい。でそこから、まあ、ドームに来たじゃないですか、うん、そのきっかけって何で、どういう思いで来たんですか？ここにいても多分オリンピックに行けないんだろうなって思ったから。今日オリンピックだったの？そう、うん、飛び出してみた。でもその時コーチいない中 でいきなり自分でやんなくちゃいけないっていう不安は、でもなんかもう周りに合わせることに疲れちゃったっていうのもあって、うん、できるなら一人でやりたいっていう方が大きかったから。ああ、そっか。でそれでドームに入って感じ、実際入ってみてこんな会社あるんだみたいな。なんかみんながすごいアグレッシブだし、うんうん、初めてこう社長にお会いした時に、うん、へえ、なんか髪染めてるしいい感じじゃんみたいなこと言われてうん、うん、今まで髪染めちゃいけないとか髪伸ばしちゃいけないとか言われてたのに、うんうん、へえ、なんかいいじゃんみたいな感じで言われて、うんうんうん、みたいな、ちょっとこれでも暗くしてきたのにみたいな、逆に、うんうんうん、でもその時にはもう会社辞めてきてるから、うん、でも会社辞めてきてんだよねって言われて、うん、あ、はいみたいな、うんうん、それの方がちょっと誠意伝わるかと思ってみたいな、ちょっとなっちゃってみたいな感じで言ったら、うん、あ、じゃあもう取るしかないじゃんみたいな感じになって、うん、あ、そっからも入ったっていう感じになってドームってビジョンとかあったり、はい、うちの方針っていうのをしっかり明確に打ち出してるじゃないですか、うんうんうん、で逆にそれと合わなかったりとか考え方慣れてない人っていうのは結構戸惑いもあると思うんです、うん、それ実際どうでした？なんかどんどんその女性らしさを出してってって言われた時に、うん、今までそんなことを言われたことがなかったから嬉しかったですね。あ、嬉しかった、はい、戸惑いじゃなくて嬉しかった、はい、うん、ドーム入っていろいろこういう打ち出し方していきましょうって、うん、まあ、今までやってないことをやる機会ができたじゃないですか。その中のケニアに行きましょうよっていう提案があって、それね、ジュームで2日間で行ったんですけどどれぐらいいたんでしたっけ？あれは3週間です、はい、どうでした？最初ケニア行きましょうって言われた瞬間、お、すごいと思う、それともなんだろう、うん、まあ、ケニア人と接してきたことあったけど全然どんなとこか想像がつかなかったから、うんうん、いいとこだったらいいなって感じでしたけど、うんうん、はい、で行ってみてどうですか？初日からホームシックですよ。なんかもうその2日間だけどよあんま笑ってるイメージなかったですよね食べるもんだったりとか、うん、そうです、居住環境だったりとか、はい、走るコースだったりとか、まず、うん、まあ、標高高いから階段登るだけで最初息切れして、うん、なんかコーチトレーニングはしてたけど、うん、こんなに苦しいの初めてだから、うんうん、まずその練習に対しての不安もあったし、うんうん、まあ、環境に対しての不安もあったし、うん、そう、なんか不安の塊だったんですよ。そう、全部が新しいとこで、うん、ホテル入ったら、ね、シーツも全部濡れてるし、そうそうそう、なんか虫がいっぱいいるしっていう、ね、食べるものもこれ大丈夫、お腹に当たらないのっていうのがあって、そうそう、走ると思ったらもう車に、ね、ひかれそうになる、狭いとこ走ったりとか、で日本だっていい環境じゃないですか、選手だからっていうのがあって、うんうん、でもなんかその何週間過ごした後帰ってきたなんか発言慣れてきたっていうか、うん、環境に適応できたってありませんでした？そうですね、日をごとに容量をつかんできて生きる術を
イギリスで手に入れたんで、うん、やっぱ環境って重要だと思って、高校の時の環境に、うん、もうとにかく上を目指して頑張らなくちゃいけない状況になるとか、うん、もうケニアに放り出されて自分でやんなくちゃいけない状況になるとか、それでなんか強くなるんじゃなくて、なんか自然に強くなったっていう感じがするんですよ。だから本人の自覚はないかもしれない。だから周りからね、見てる人はなんかそういう感じがする。なんか人まで大きくなったりとか、発言が違うようになったりとか。そう、多分自分自身はそんなに自覚してないんですけど、うん、周りからそうやって言われることで、あ、自分ってちょっと一回り大きくなったんだ、うん、自覚して変わっていくんだと思います。そう、なんか人の成長ってそういう気がして、なんか変わりなさい、こうなりなさいって命令で言われるんじゃなくて、うん、環境置かれて自然に適応してそうなっちゃうっていう感じで、うんうん、でそれからウェイトトレーニングとかも始めたじゃないですか。まあ、今でこそ、ね、いわゆる体幹トレーニングといわゆるインナーをやりましょうってあるんですけど、はいはい、ウェイトを使って重りを使ったっていう、なんかそれをやっていこうって言われた時どうでした？でも新しいことにチャレンジすることはすごい好きなので。あ、本当に、はい、やります。そう、実際担当してて、うん、反抗じゃなくてなんか抵抗感とかあんのかなと思ったんですよね、うん、でもすごいのは本当正直な話、あんま分かんないですっていう走につながってるのか分かんないですっていう感じがして、うんうん、よく言ってましたね。ね、そう、はい、それを覚えてるんですよ、うん、やっぱそうだよね、やっぱそうだよねと思って、うん、自分も、ね、マラソン選手見たことないし、うん、果たしてこういうトレーニングが生きるか分かんなくて、で良かったのは走りにちょっとつながってきたっていう、その感覚ってどうですか？まずそのスピードをつけたいっていうところが一番最初にあったので、うん、400でいうと、うん、2秒ぐらい速く走れるようになってる、それは多分ストリングスの効果だと思うので、うんうんうん、これを400からマラソンにつなげていきたいなっていうのは今後の目標なんですけど、うんうん、やりだしてから体を動かすことがこんなにも難しいんだっていう、走ることしかやってこなかったから、ね、横の動きとか、うん、他の動きがすごい難しかったんですけど、うん、やりだしたら、うん、あ、こういう筋肉も使えるんだとかできて、それが今ちょっとずつ走りにつながってるのかなと。なんかそれが面白いところで、今までやっぱいろんな選手見てるじゃないですか。で結果の出てる選手、そうなんです、考えながらボクシングと違うけども、こういう動かし方、これもしこういうところに応用できるんじゃないかっていう考えですよ。でもやっぱトップになりきれない人はこれ関係ないからちょっとこういうのいいですみたいなちょっとまず拒否感があるんですね、うん、これいいですけど、でも今までやってきたこっちに戻りましょうとか、はいはいはい、練習方法にしてもそうなんですよ。あ、でも私は戻ることが苦手なんですよね。もう進み出したら最初ってどうだったっけってなっちゃうタイプなんで、うん、進んだらもう進むしかないんですよね。すごい、人間って戻る動物じゃないですか。やっぱ新しいところぬるま湯からね、はいはい、冷たい水に入るの嫌だから、やっぱみんな戻るんですよ元の。あ、なんかでもフォーム改善とかもしても、改善しだすと最初の動きが分かんなくなっちゃって、改善しだしたらもうゴールまで行くしかないみたいな、うん、と やったらやるしかないっていう、やるしかないあ、うん、だから最初だから本当に、まあ、強制的かもしれないけど、それやってて、うん、結構フォームの改善されてきたってのがあって、でなかなか治らないし、おそらくそれまでずっと染みついたのもあるから、本人的にもそんな治そうと思ってないと思ったんですよ、うん、でも そこは今まで昔のフォームである程度の結果いってるから、はい、じゃあそれでいいじゃんっていうのが結構多くのアスリートを考える。世界で言ったら全然ですかね、まだやっぱ世界で勝つから、だからそこなんでしょうね。今に満足するか、もっと良くなってやなるかっていう、そうまあ欲張りなんでね。うん、実際どうですか、アンダーマンシューズで、あの、レースの時はさっき言った時は。失礼な話ですけど、うん、期待せずに待ってました。あ、本当に、はいはいはい、期待せずに待ってたからこそ、はい、え、すごくいいじゃんっていう、まあ、今までずっと自分のために走ってたんですけど、うん、まあ、今回マラソンを走って感動したとか、うん、また明日頑張ろうって思えたっていう言葉をいただいて、うん、これだなっていうふうに感じたので。あ、本当に、はい、